私たちの助けは天地を作りたまいし主の御名にある。礼拝への招きの言葉。ファラオの馬が戦車騎兵もろとも海に入ったとき、主は海の水を彼らの上に返された。しかしイスラエルの人々は海の中の乾いたところを進んだ。アロンの姉である女預言者ミリアムが小太鼓を手に取ると、他の女たちも小太鼓を手に持ち踊りながら彼女の後に立った。ミリアムは彼らの音頭を取って歌った。主に向かって歌え、主は大いなる意向を表し、馬の乗り手を海に引き込まれた。続いて詩編。全地よ、主に向かって喜びの叫びを上げ、歓声を上げ、喜びたい、褒めるたい、ことに合わせて褒めるたい、ことに合わせて楽の音に合わせて、ラッパを吹き、角を響かせて、大いなる主の御名に喜びの叫びを上げよう。346番。Thank you.
地に生きるものとしてください。主に生きるキリストの願いを受けてお祈りいたします。アーメン。イザヤ書55章。主を尋ね求めよ、見いだしぬ時に呼び求めよ、近くにいますうち。神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその腹を見捨てられ、主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してください。罪の許しのせいあなた方は各々の心から自分の罪を悔い、イエス・キリストにおいて提供された神の憐れと許しにより素直を落としています。このように心から改めてイエス・キリストにおいて提供された、私たちは父と子と聖霊の御名によって罪の許しを請します。アーメン。どうぞお座りください。今日は午後2時半から行われます神奈川の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 神奈川これのリハーサルを兼ねまして、みんなで今日は最後のですね、本番の部分でリハーサルを兼ねて賛美したいと思います。最近の先生の時になりましたように、ミリアムは3人を踊った、おそらくこの曲が初めてのダンスを受けたマジェスティの賛美です。2人目の方まで一緒だと思います。どうぞお願いします。はい。特別賛美を皆さんでやりますけれど、皆さんも準備させてくださいということで。歌詞はこれです。はい、指揮者が今日は特別ゲストで来ておりまして、はい、大石裕樹君です。今日の午後のペンテコステ祭の最後の鳥を務める人でもあります。Thank you.
天と地とそこにいるあらゆるものを無価である力ある言葉によってお作りになり永遠の我々に至るまでその一つ一つを御心のままに保ち収めておられる全能の父なる神様、あなたの我々なら存在で栄光祝福完全でおいて無限の永遠不変のお方、最も哀れみ深く慈しみと誠との豊かな方であります。あなたのその尊い皆を賛美申し上げます。人は神様の栄光を表すものとして作られるにもかかわらず罪を犯し堕落し滅びに至る道を歩むようになりました。しかし一方的な慈しみと哀れみにおいて滅びの中から救い上げるご計画に従い御子イエス・キリストをお使わしくださり、御子の十字架によって私たちの罪をあがなってくださいました。さらに聖霊の導きにより復活の死を信じる信仰を与えてくださいました恵みを感謝いたします。一瞬の歩みを聖霊の豊かな導きによって支えられ、こうして聖霊の元に兄弟や姉妹、旧道の祖母に召し出してください。聖なる礼を捧げることができますかと心より感謝します。心と思い尽くして主を仰ぐ御言葉を聞くことができますように、私たちの信仰をさらに増し上げ、日々の中で皆を賛美し御言葉に従う生活をすることができるように導いてください。コロナ感染がようやく落ち着いていきました。制約のようになくされていたさまざまな教会活動と改革全体の諸活動が再開できるように導いてください。時期に移すとの交代まで任期延長を継続して国会を続けておられる立石の主を祝福をお与えください。先生の前までのお働きの上に、また引退後の先生のご夫妻の歩みの上に豊かな祝福を注いでくださり、お二人の健康も支えてください。牧師の証言を長い間祈り求めてきました。主はその祈りに応えてくださり、大宮末蔵先生をお使わせてくださいますことを感謝いたします。新しい働きに向け準備をしておる大宮先生ご夫妻を支えてください。また送り出してくださる芸用協会と会員の方々をお一人お一人の上に主の祝福と導きをお与えください。ハンガリーの選挙に尽力されている川瀬先生ご一家を支えてください。伝道の働きがやがて身を結ぶように主の祝福を豊かにお与えください。本日の神話は神奈川県ペンテコステ祭が計画されています。長らく熟知自粛させられた
諸教会がこうして再び歩み始めることができますこと、また神奈川の諸教会も兄弟姉妹ともに主を賛美することができますことを感謝いたします。神奈川県内での伝道の任務を与えられている一つ一つの教会と、それを支えられる先生方のお一人お一人の上に、あなたの豊かな祝福と導きをお与えください。それぞれの地域で、ますます福音が伝えられるように、その働きを支えてください。教会学校に通う、たくさんの子どもたち一人一人の上に、祝福をお与えください。願うのは、彼らの御言葉の種がやがて大きく成長し、主イエス・キリストの救いを告白することができるように導いてください。共に礼を捧げております、全国の教会の上に、頭である主イエス・キリストの祝福をいよいよ豊かに満たしてください。特に、改革派の無法教会、伝道所の上に特別な祝福と慰めがありますように。病を患っておられる方、心に悩みを持っておられる方の上に平安の希望をお与えください。しばらく教会から遠ざかっておられます兄弟姉妹の上に聖霊の導きが一層豊かにあり、再び礼拝を共に捧げることができますように。今日も勤労に従事しなければならない兄弟姉妹の上に憐れみと慰めをお与えください。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。主の祈りです。天にお願いします。願いと御名を崇めます。御名を崇めます信仰を報告いたします。そして信仰を報告いたします。三人の目標を報告いたします。そして信仰を報告いたします。新約聖書215節2章14節から21節までをお読みいたします。すると、ペトロは十二人と共に立って声を上げ話し始めた。ユダヤの人たち、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方の考えているように、酒に酔っているのではありません。そうではなく、これこそ預言者に通して言われたことなのです。神は言われた。
終わりの時に私は自分たちの人に注ぐ。するとあなたたちの息子と娘は予言し、若者は幻を見、老人は夢を見る。私のしもべやはしためにも、その時には私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。上では天に不思議な技を、下では地に印を示そう。地と火と立ち込める煙がそれだ。主の偉大な輝かしい日が来る前に、太陽は暗くなり、月は血のように赤くなる。主の名を呼び求める者は皆救われる。そこまでです。今日は、ペンテコステの礼拝、聖霊降臨日の特別礼拝であります。神様は歴史を営んでおられますときに、だらだらと時間を流れさせるのではなくて、メリハリの効いた歴史的な授業をなさる方でありますね。そのことが旧約聖書を見ますと、なるほど、ここぞというこの時にこういう素晴らしい出来事が起こったんだな、神様が特別な介入を歴史の中になさったんだなということがいろいろなところで現れて書かれております。非常に有名なところでは、イスラエルの出エジプトという事件がありまして、当時の古代世界最大の軍事帝国でありましたエジプトに400年近くも奴隷生活をさせられていたイスラエル、これを神様が呼び出して脱出させるという歴史的な大きな転換の時に、神様が特別な介入をなさって奇跡をなさる。そしてまたイスラエルの王政というものがですね、神様の直接神権政治ではなくて王制度を取り入れる時にも、預言者が出てコンコンと説教するとか、それから当時の世界でペリシテという大きな巨大な軍事同盟の国々と争う時に、神様が獅子を裁き司と呼ばれる人を起こして歴史を導いていかれる。しかしそのイスラエル、ユダヤがですね、神様に背いて軍事偶像礼拝を行うようになりますと、今度は神様は歴史上起こってきます大きな大帝国を用いてこれを滅ぼしてバビロン捕囚となさると、今度はそのバビロン捕囚になっていた人々を今度はペルシャという国を用いてバビロンを滅ぼさせて、そして人々を国に返すとか、歴史の中でメリハリの効いたことをなさる方でありますね。そして旧約聖書の中でずっと予言されておりましたメシア、救い主を登場させるという、こういう約束をずっとなさってきたのでありますが、それがいよいよイエス・キリストという方となって、肉をまとった神の子という形で歴史の中に出現なさる。そしてこのイエス・キリストが全ての罪の人類を全て身代わりとして自分の上にかぶさってですね、代わりに身代わりとなって十字架にかかって死んでくださるという贖いの技、贖罪行為をなさるという、大変人類の歴史の中で最大のこの救済授業が終わりました。あと今度はキリスト教会が誕生するという時になりますと、また大きな介入をなさいまして奇跡を行われる。それが聖霊降臨日の出来事でありました。そしてこの時からキリスト教会が誕生したのであります。今からおよそ2000年前の出来事でありました。ペンテコステ
というのはギリシャ語でありまして、第50番目のという意味であります。ギリシャ語の数詞で、5というのがペンタ、そして50がペンテコスト、その語尾変化しましてペンテコステとなりますと50番目のという意味になります。いつから数えて50番目かというと、もちろんこれはイエス・キリストの十字架と復活から数えて、旧約聖書の歴史でいきますと過越の祭りから数えてということでありました。その50番目の日、ユダヤ人たちは7週の祭りというのをこの1日前に行っておりました。これは、収穫祭の春の収穫祭の祭りを兼ねて行っていたわけであります。その7週の祭り、7749日の次の日が50番目ということで、ペンテコステの祭り、これが、キリスト教会の誕生日となったのであります。一体何事が起こったのかというと、今日の14節から読んでいただきましたが、その前のところに、出ております出来事でありますが、これは毎年毎年読んできておりまして、今年はまあ私の最後のペンテコステ説教ということで、いつもこの箇所からではなくて、それを大前提としまして、その次にペトロが説教を始めました。そのペテロの説教はどういう説教であったのかということを見ていこうと思うのであります。今後のペテロの説教でははっきりと区分が分かれておりますが、14節ではペテロは11人と共に立ってというんですから、要するに弟子団を代表して行った、つまりイエス・キリストの弟子、この時にはあの裏切り者のユダは欠けておりますけれども、すでに一章のところで補欠選挙をやっておりまして、使徒が追加されていますので合計12、この12という数字が大事だったんですね。つまりここではペテロが11人の代表として11人と共に、つまり12使徒の代表として話し始めたということは、これは旧約聖書に登場してきますあのヤコブの息子12人、つまりイスラエル12部族を代表するところのあの12という歴史がここでも継続されている。旧約聖書において神様が教えられたことと新約聖書で教えることとはですね、内容的には同じなんだということを言っている非常に重要な場面ですね。よくキリスト教はユダヤ教を母体として新しく始まった新興宗教であると、こういうことを言う人がいるんですね。これがおそらく日本人の普通の人の常識であろう。おまけにキリスト教徒の中にもですね、そうだと思っている人が多いんですね。そうじゃないんです。このことは今日2時半から私が関東学院で講演をしますので、そちらでまあ詳しくお話しますけれども、キリスト教はユダヤ教を母体として起こってきた宗教ではない。このことは繰り返しですね、皆さんよく覚えておいていただきたいことであります。もともとあるのは旧約聖書で神様が教えられたのは、まあ言ってみるならばヤハウェ教、ヤハウェというのは神様の固有名詞でありますが、聖書の宗教なんでありますね。これを神様が教えられたのでありますが、その後ユダヤ人たちがこれを律法主義的な宗教に変えてしまった。神様が与えられました律法というものはたくさんありますが、これは神様は一体どういう方であるかということを教えるための教材だったんですね。神様があれをしてはいけない、これをしてしなさいというふうに命じられるということは、なるほどそういう方なんだな、神様とはそういう方なんだなということを教える材料だったんですね、律法を。ところがユダヤ人たちはそれを律法さえ守れば神様に喜んでもらえるのだ、
立法を必死になって守るように努力する人が偉い人なんだ。そんなことに結局人間にはできるわけがなかったんですね。神様は最も理想的なことをおっしゃるわけですから、神を愛し隣人を愛せよ、これをとことん突き詰めていきました。そのところが神様の御心でありますのに、ところがユダヤ人たちは隣人を愛せよというところの隣人ってはあくまでイスラエル人であって外国人ではないと勝手に決めて、そういう立法を作ってしまうわけですね。聖書に書いていない。そして、イスラエルの人々ユダヤ人たちはですね、神を愛し隣人すなわち同胞であるイスラエル人を愛せよ、ついでに言うと敵国の人間を憎め、ついでに言うと殺せというところまで言ってしまうわけですね。ところがそんなこと聖書は教えていない。このように神様の教えていない立法のいろいろな催促というものを作り出してくるこの宗教がユダヤ教でありました。この立法を守ることのできる人が偉い人、神様に喜ばれる人だから、必死になって毎日毎日ですね、この立法にしがみついて自分の生活を守ろうとした人、そこに現れたのがイエス・キリスト。そしてユダヤ人たちに対して、そうじゃない、お前たちが必死になって立法さえ守れば神様に喜んでもらえる、いや天国行けるなどと考えてるのは間違いだ。心から貧しい人、弱い立場の人を憐れみ、そしてそのような人を愛することがすなわち神を愛することになるのだという本質を教えられたのがイエス・キリスト。言ってみればイエス・キリストは元の聖書の宗教にリフォーム、宗教改革された方なんです。だから旧約聖書に教えていることとキリスト教の教えていることは同じなんです。その象徴が今日ペテロは12人の代表として話し始めた。その第一区分がここでペテロがユダヤの方々と呼びかけているところで第一区分が登場しまして、その次が22節のイスラエルの人たちとこう呼び方が変わってきます。そして36節、その前の29節いきますと兄弟たちと呼びかけが変わり、最後は36節でイスラエルの前科は聞かなければならないということで4区分の説教をしたということが分かります。その第一区分のところでペテロは大部分を使いまして旧約聖書を引用して話します。この17節から神は言われる二重鍵括弧で書かれたものはどこで終わるかというと21節、主の名を呼び求める者は皆救われる。これが結論、第一区分の結論でありました。なぜペテロはこのような説教をするのかといいますと、2章の1節からあの時に起こりましたペンテコステの事件、聖霊降臨の事件の意味を説明したわけですね。この聖霊降臨の事件というのは大きく言うと2つの出来事があった。一つは、激しい風が吹いてくるような音が聞こえて家中に響き渡ったというこの耳に入ってくる現象。そして3節で炎のような舌が別れ別れに現れて一人一人の上にとどまった。これが2つ目の事象で、それに引き続いて起こったことが、そこに集まっていた120人ほどの人たちが全員外国語をしゃべり始めたという出来事ですね。まあそれを象徴的に表したのはこの主本ですね、今日イラストを入れておきました。このみんなが見上げておりますと、鳩、なぜ鳩が登場するかというと、まあイエス様が洗礼を受けるとき聖霊が鳩のような形をしてイエスの頭にとどまったという、そういうことがありましたもんですから、昔から見えない聖霊を表すときに鳩の形で表すんですね。これはまあ習慣になっております。
まあ、そういえばノアの箱舟でですね、オリーブの葉っぱを配えてきたのも鳩でしたね。その鳩から何か知らんけど白い、これ実はカラーで印刷すればよかったんですけども、火のようなものがよく見るとか下のタン、この下の格好をしている、それが一人一人の上にとどまっていたということを表している図柄であります。そしてその意味することははっきりしておりまして、神様の霊が舌のような、つまり言葉でもって表され、人々が外国語を話し始めた、 まるで習ったことのない人がですね、これがあったらすごいでしょうね、Google の、日本語翻訳の機能はいまいちですからね、変な翻訳になりますけれども、まあペンテコステのこの事件があったら誰も苦労しないんで、英語はしゃべれるわ、スペイン語はしゃべれるわ、中国語はしゃべれるとなったら、まあ、早くそういうことが起こったら塾の人はみんな失職ですけども、この外国語で話し始めたということの意味するところはもちろん、これから神様の福音が全世界に伝わっていくということを象徴的に表したものであります。それに対して、まあ、イチャモンをつける人ってのはいつの時代でもいるわけでありますが、あいつらは酒に酔っているんだろうとこういうことを言う人、これとんでもない常識外れだということをまず最初にペテロは言いますね。今朝の9時だから、昔の人は朝昼晩と3食ではなくて2食だったんですね、ほとんどの人は。ですから朝飯のまだ前ですから、10時ぐらいにだいたいブレックファーストじゃなくて、まあ、朝と昼飯合わせたようなものを食べて、あとは夕方食べるんですね。これが1日2食っていうのは大体普通の人だから、酒に酔っているわけがない。そうじゃなくて、これは旧約聖書のヨエルの予言が今ここで成就したんだ。まあヨエルと言われましてもね、何のことと思う人がいるかもしれませんが、旧約聖書にたくさんの預言者という人がそれぞれ、その預言者の名前を冠した巻物が旧約聖書の中にたくさんありますが、イザヤ、エレミア、エゼキエルというような大きな、大文章を書いた人もいますけれども、12人の小預言者というのもありまして、それが旧約聖書の最後の部分をまとめる巻物であります。その12の小預言書の中にヨエル、ヨエル、英語で言うとジョエル。スーパーマンのお父さんの名前知ってます？あれジョエルって言うんですよね。こっから取ったんですよかどうか知りませんけども、その英語で言うとジョエル、ヨエルという人がした3章でした言がまさに今ここで成就したんだとペテロは説教する。すなわち旧約聖書とこれから私たちが始めるキリスト教とは全く同一のものだということをここで証言しているんですね。旧約聖書と新約聖書には断絶がなくて、同じ神様のなさった歴史を司る技、これが旧約と新約という連続したものとなって現れている、これがキリスト教だから、キリスト教は旧約聖書もじゃなくて旧約聖書を中心に、作られている宗教。ところが日本のキリスト教会は特にそうですけれども、旧約聖書の説教しないんですね。キリスト教会は本当は、この旧約聖書の説教をしなければならない。なぜかというと、神様っていう方がどういう方かっていうことを本当によく知ろうと思ったら旧約聖書なんです。そして、礼拝っていうのは本来どうあるべきかということもですね、旧約聖書を読まないと出てこないんです。旧約聖書を見ますと、礼拝の中で賑やかにタンバリンを持ってラップを吹き鳴らし琴をかけ鳴らして礼拝したって書いてありますね。新約聖書の中にどこにもそんなことがない。それでそうか、キリスト教会の礼拝というのは、新約聖書だけ持っているとただ授業だけになるんですけども、そうじゃない、旧約聖書のあの豊かな賛美というものも本来の礼拝なんだということがわかる。
その旧約聖書の解説書が新約聖書なんだといったのがルターなんですね。聖書といえば旧約聖書である、新約聖書とはその解説書なんだと、こう大胆な言い方をしたのであります。ペトロもここで旧約聖書を引用しまして、終わりの時に神様の霊がすべての人に注がれる、そう、それがあの聖霊降臨日に起こった。ただペトロは旧約聖書の預言書をそのまま引用するのではなくて、もちろんいろいろなところをその時のペテロの説教に合わせて少しずつ作り変えておりますね。主は言われると書いてあったのを神は言われると書いてあるとかですね、私はすべての人に我が霊を注ぐとヨエルが書いていたのは終わりの時に注ぐという言い方に変えるとか、それは聖霊に導かれてこのようにコンテキストを変えながら言っていたのであります。そのヨエルが予言しましたところは一体どういう点がユニークだったんですか、重要だったんですかというと、皆さんご承知の通り旧約聖書は男世界の中で書かれたもの、まあ、これ一つの限定というか限界があるのかもしれませんが、旧約聖書で重要な役割をするのは男であって女じゃないんですね。デボラとかですね、そういう人が例外的に出てきます。それからサムエルを産んだお母さんのですね、話なんかも出てきます。あのデボラというのは女預言者ですけれども、今日朝の礼拝で読んだところのものはミリアム、モーセのお姉さんの話であります。たまにそういう人も出てきますけれども、基本的に旧約聖書は男の物語。その中でヨエルは実にこう言ったんですね。あなたたちの息子や娘は預言をする。預言というのは説教という意味です。神様の御言葉を預かってきて語る。この預言の世という字は、あの未来の預言のあの世じゃなくて、預かるという言葉が用いられてますね。銀行預金の世という字です。だから預言というのは未来に起こることをですね、語るんではなくて、神様から預かってきた言葉を語る。つまり今私がやっていることが預言なんです。旧約聖書の中で、娘が預言をする、女が説教をするなんてのはこことも1箇所ぐらいしかないんです。それくらい実は旧約聖書の世界で女が、霊を注がれて預言するなんていうのはですね、非常にユニークな、珍しくて人々はびっくりしたんですね。旧約聖書の時代の人々は、女が直接神様に用いられることがあるんですか。そんな言い方をすると今じゃですねあちこちから抗議されるでしょうけども、旧約聖書はそう書いているんですよ。私がそう言ってるんじゃないですよ。でもあの時代にあってヨエルは、男も女もない、おまけに、奴隷たちにも預言が注がれる。これもびっくりする発言ですね。歴史を犯すのは王とか貴族へ預言者祭司であって、軍人であって、なんで奴隷が世の中の歴史を導いていくんですかと反発したでしょうね、当時の人々は。こういうとんでもないことを言ったのがヨエル。そしてその通り、今や新しい時代、教会の誕生日のこの時代には、今度はペテロはそれをさらに広げまして、すべての人はとこう言うんですね。私の霊をすべての人に注ぐ。そうすると若者は幻を見、老人は夢を見、しもべ、はしため、つまり上下関係なく、民族関係なく、あらゆる人々が、ただその中であらゆる人々には制限がかかっています。どういうあらゆる人かというと、最後21節、主の名を呼び求める者。主の名を呼び求める、つまりイエス・キリストを私の救い主として信じます。
どうぞ私を救ってくださいと呼び求める者だけに霊が注がれる。これがペテロが第一区分のところで言いたいことでありました。その他にもヒントというかちょっと私たちの目を引くことが言われておりますけれども、17節で神は言われる、終わりの時に私の霊をすべての人に注ぐという、この終わりの時、時という字は原文では複数形、つまり週末の日々に、週末の時代にという言葉です。ところが20節の主の偉大な輝かしい日が来る前にという日というのは原文では単数形、一回しか起こらない、そういう日、すなわち最後の審判、これは単数形で表される。だから17節の複数形、今は終わりの日々、終わりの時代、複数形、しかし主の偉大な日が来るのは一回こっきり、その審判に乗り遅れるというか、この時に救われないのはもう救われるチャンスがない、はっきりとこの区別をしているんですね。今は終末期の時代だから、この終末の日々に、神様の霊はあらゆる信者クリスチャンに注がれる。だから今日も明日も千年前も2000年前もこれからも注がれるでありましょう。ただそれがいつ終わるかは分からないけれども、繰り返し繰り返し神の霊はキリストを呼び求める者に注がれる。しかし20節、主の偉大な輝かしい、これ単数形の日が来て太陽が暗くなり月は血のように赤くなる、これはまあ旧約新約を通して、もう最後の審判の日の象徴的な書き方だと言いましたね。そういう文学的な表現、いずれにしてもこれはあっという間に一回こっきりの日、この区別をした上でペトロは、私たちに霊が注がれて、息子や娘は予言する、私たちも神様の御言葉を取り継ぐ人になる、牧師だけが神様の御言葉を取り継ぐんじゃないんですよ。この娘は予言をするということは実際に起こったのが使徒言行録の21章の9節に行きますと、フィリポの娘、4人の娘たちがいましたけれども、その娘たちが予言をしたという出来事があったということが書かれるのはそのためなんですね。使徒言行録の21章の9節を見ますとこう出てきますね。この人には、つまりフィリポには予言をする4人の未婚の娘がいた。だからフィリポのお父さんのフィリポに習って、このアシスタントになっててですね、旧約聖書に書いてあることはこういう意味なんですよということを説教をしてたっていうんですから、まあこれびっくりしますね。こういうことが全ての人に、旧約聖書の時代のような制限されたイスラエル先民ではなくて、あらゆる国の人々、まさにペンテコステの事件というのは、外国の言葉を聖霊に与えられる人々が語るという、これもしかし一回こっきりの出来事で、その後あの人たちが外国語を引き続き喋ったんですかというと、そういうことではない。これはあくまで象徴的な出来事でありました。しかしそれこそが新約の聖書、この福音が全世界に伝えられていく。今全世界には6000からの言語があるそうですけれども、そのうちの2000数百まで今聖書が翻訳され、まあ 7,8 年前のデータですけれども、ですね、ウィークリフ聖書翻訳協会のデータによりますと、まだまだ翻訳されない言語っていうのがある、たくさんある。もちろん少数民族のですよ、大きな国の大きな民族のものはほとんど聖書に翻訳されていますけれども、ごくごく少数のですね、数百人しかいないとか数千人規模の民族などというものはまだ
聖書が翻訳されていない点もあるでしょうけれども、しかしこの時のペンテコステの聖霊降臨の約束があるのでありますから、これからもどんどんと世界各地に、福音は伝わっていく。しかしそれを妨げようとしている、勢力、実はイスラム圏の勢力というのは、どういうわけかものすごい今力を持ってきておりまして、ヨーロッパ世界ではもう今やキリスト教よりもイスラムの方が多く逆転する現象になってきているということを、まあ、ニュースで見るのであります。これが一体どういう現象なのか、黙示録の言う通りこれが、サタンの策略としてですね、こういう勢力を増やそうとしていることなのでありましょうけれども、確かに今終末がどんどん近づいていて、最後の争いがもう身近になっている時代だなということをつくづく思わされます。お祈りしましょう。天のお父様、キリスト教会が始まった2000年前のことをもう一度改めて学びました。どうぞ神様、あなたがお始めになりましたこのキリスト教会を発展させて、全世界つづうらうらに福音を伝えることができますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。賛美歌、ここでは逆転してますけど181番を先に賛美いたします。
どうぞお座りください。続いて聖三式の賛美歌202番の一節を賛美いたします。202番の一節。マタイによる福音書26章。一同が食事をしているとき、イエスはパンを取り、賛美の祈りを唱えてそれを裂き、弟子たちに与えながら言われた。取って食べなさい。これは私の体である。また杯を取り、感謝の祈りを唱え、彼らに渡して言われた。皆、この杯から飲みなさい。これは罪が許されるように、多くの人のために流される私の血、契約の血である。言っておくが、私の父の国であなた方と共に新たに飲むその日まで、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまい。一同は賛美の歌を歌ってからオリーブ山へ出かけた。聖餐式は最後の晩餐に引き続きまして、イエス様がその意味を変えられた。それは今読みましたように、父の国であなた方と共に新たに飲むその日、天国でイエス様を囲んで行う盛大な晩餐会、その時にいただくワインというものがあるんだということがここからわかるのであります。その日までイエス様は、今後ブドウの実から作ったものを飲むことは決してあるまいというのでありますから、私たちと一緒に囲んでですね、イエス様を囲んで飲むその日まで、断食してくださるというのか、じっと待っていてくださる。つまり私たちはよく天国へ行ってイエス様を囲んで宴会をする、その楽しみもあるんだということを思いますけれども、実は私たちを中心にして考えるのではなくて、イエス様の方から考えますと、私たちがイエス様のところに行って、今日も一人、今日も一人というふうにどんどん増えていって、定数が満ちるその日をイエス様は待っていて、楽しみながら待っていてくださるんだということがここからわかるのであります。聖餐式の招きの言葉を朗読します。愛する兄弟姉妹たち、主イエスキリストは私が命のパンである。私に来る者は決して飢えることなく、私を信じる者は決して渇くことがない。父が私に与えてくださる者は皆私に来る。私に来る者を私は決して拒みはしないと私たちを招いておられます。すなわち、主イエスキリストを神の御子、また罪人の救い主と信じ、聖霊の恵みに謙虚に信頼し、キリストのしもべとしてふさわしく生きることを決心し約束しているものは、すべてこの聖餐式に招かれています。したがって、洗礼を授けられ信仰告白した人は、他の教会の会員の方でありましても、すべてこの聖餐式に招かれておりますので、私たちと一緒にこの聖餐式に預かってください。まだ洗礼を受けず信仰告白していない、
若い諸君は早く、この洗礼を受けて、私たちと一緒にこの聖餐式の預かり日が来ますようにお祈りしております。聖別のお祈りをお捧げいたします。恵み深い父なる神様、私たちがまだ罪人でありましたとき、御子イエス・キリストが十字架の上に死に、私たちの贖いとなってくださったことを心から感謝いたします。願わくはその主の慈しみと十字架の苦しみとを深く覚えさせてください。願わくは今このパンとブドウ酒を祝福し、私たちの霊のまことの食べ物、飲み物として聖別してください。願わくは御前に砕かれたる魂を持って主の肉と血とを受けることにより、とこしえの命に預かっていることを確信させてください。また御前に集まる私たちが主イエス・キリストにあって一つであることを覚えて、聖との交わりをいよいよ固くすることができますように、主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アメン。私たちの救い主は最後の晩餐の時、弟子たちと食卓を囲み、弟子たちにパンを裂いて与えながら言われました。取って食べよ、これはあなた方のために裂かれた私の体である。私を記念するためにこのように行え。洗礼を受けられておられる方、また幼児洗礼を受けて信仰告白をされておられる方はすべて聖餐式に預かることができます。取って食べよ、これはあなた方のために裂かれた私の体で、私を記念するためにこのように行う。我らの主イエス・キリストは杯を取り、同じようにして弟子に配りながら言われました。この杯は罪の許しを得させるようにと、多くの人のために流す私の血によって建てられる新しい契約である。皆この杯から飲め。
飲むたびに思い起こしなさい。あなた方を私の国に迎え入れるために私の血が流されたこと。感謝のお祈りをお捧げいたします。恵み深い父なる神様、あなたの限りない憐れみにより私たちを聖餐式の恵みに預からせてくださり感謝いたします。またこの聖餐式を通し主イエスキリストの十字架の贖いと復活の命の恵みを私たちのうちに確かなものにしてくださり感謝いたします。願わくは今からの地この恵みに生かされ、喜びと感謝を持って教会に仕え、主が再び来られる日をいよいよ切に待ち望むものとしてください。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌、先ほどの202番の4節を賛美します。皆を賛美いたします。今日も私たちを御前に集めてくださり、御言葉と聖餐の恵みを与えられました。どうぞ今日から始まる1週間も神様に喜ばれる歩みをすることができますように私たちを導いてください。また私たちに与えてくださったこの救いの恵みが私たちの愛する家族や親しい友人の上にありますように、今捧げましたものはあなたから与えられている多くの恵みのうちからわずかにお返しいたしました。どうぞこれを清めて神様の御用のために用いてください。献金の感謝の祈りを尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。新しい掟をヨハネ福音書から朗読いたします。
あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。主よ、私たちを憐れみ、この掟を守る心を与えなさい。賛美歌542番。どうぞお座りください。